回は大阪モノレール門真市駅で展示されました森岡宗平様の第2回旅写真展放浪の旅日記22年間22万キロ旅の一部をご覧いただきます。車での旅が若い時からの夢でした。思い切って60歳から放浪の旅を始めようとハイエースを購入。半年かけてキャンピングカーに自分で改造し、待望の8ナンバーを取得して夫婦揃って放浪の旅を始めました。自炊をしながらの車中泊をしていると、カーホームレスかと友人から冗談を言われながらも記念写真を撮るだけの旅でした。そして10年余りが経つと、本格的に写真を撮りたいと思うようになり、一眼レフを買って独学で撮るようになりました。毎日が夢中で、いつの間にやら22年間で22万キロも走っていました。今では廃車となりましたが、放浪の旅を最後まで付き合ってくれた愛車には感謝の気持ちしかありません。